素晴らしいギター田村さんと小田さんで、その二人に挟まれて歌う幸せな幸せなノブラの今日はしてる。サンディエゴでハードロック岡間さんさん、そして中川剛さんです、じゃあもう一曲短い歌歌って、それでマンドリンかどもういいのに、いいのいいの、バンドに弾きないんだから弾きないんだよ、やらなくていいの、飾りなんだから、じゃあバンドに弾く、そうです、弾く、最初は短いの、今日はありがとうございます。あの打ち上げ残れる人はぜひ一緒にあの残っていろんな話できると嬉しいです。
テレビのニュースは伝える、仮設住宅の部屋の中は映し出された、その部屋の壁に貼られていたのは展覧会のフェルメールの3枚の絵の絵はがき、手紙を書く女性の絵、紙を書く女性と召使いの絵、手紙を読む青い服の女性の絵、人はきっと展覧会の帰りに絵はがきを買ったんだろう、仮設住宅の部屋の壁に貼られたフェルメールの絵の絵はがき、どんな時も非常時も絵が人の心に寄り添う、350年の時を超えていくつもの海を越えて、震災から7ヶ月半後に、画家たちからの手紙が宮城県に届いた、画家たちからの手紙が時を超えて届いた、ありがとうございます。